ヨハン・シュトラウス2世、豪邸演舞曲作品437は、ヨハン・シュトラウス2世が1889年に作曲した演奏会用のウィンナーワルツ。現代のまま、カイザー・ワルツと呼ばれることも多い。晩年の作品の中では最も高い人気を誇っており、シュトラウス2世の10大ワルツに数えられ、その中でも美しく青きドナウト。 ウィーンの森の物語とともに三大ワルツに数えられる。曲調壮大なワルツ幻想曲の趣きがあり、火星の扱いは他の代表曲に比べはるかに高知である。フルトベングラーのようにウィンナーワルツの中では本作のみを繰り返し取り上げた指揮者もいる。カラヤンもシュトラウス2世のワルツとしては最多の8回の録音を残した。 ベルリンの系に出馬ウ1889年10月19日、ドイツ帝国の首都ベルリンで系に出馬ウと命名された新しいコンサートホールが開場することとなった。10月19日から5日間のコケラ落とし演奏会が催されることとなり、著名な音楽家たちに作曲、指揮の依頼が行われた。ワルツ・オヨハン・シュトラウス2世も依頼を受けた音楽家の一人であった。 シュトラウス2世は当時オペラ、キシッパズマンの作曲に取り組んでいて多忙だったことから、この依頼を断ろうとした。しかし、五夜にわたる、祝典演奏会の最初に指揮するという名誉ある、要請であったことと、楽団が総勢100人という大構成であり、報酬も良かったことから、結局シュトラウス2世は考え直してこの仕事を引き受けることに決めた。 ビルヘルム2世とフランツ・ヨーゼフ1世当時のベルリンやウィーンの新聞は、シュトラウス2世の手に手を取ってという題名の曲が系に出馬うで、初演されることを報じている。この演奏会には、ドイツ皇帝ビルヘルム2世と、オーストリア・ハンガリー皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の臨席が予定されていた。手に手を取ってとは、独王両国の親善を祝う意味で付けられた曲名で、ある。後に、 ベルリンの学府出版社、ジムロックが曲名を皇帝演舞曲と改めた方が良いと強硬に主張し、シュトラウス2世がこれを受け入れたことで、現在の曲名に変更された。1848年に即位したフランツヨーゼフ一世の在位40周年祝賀舞踏会のために、作曲されたと長らく伝えられてきたが、現在ではそれは事実ではないと明らかとなっている。 記念写真に収まるシュトラウス2世とブラームス初演日は10月19日では、なく21日にずれ込んでしまったが、予告通り100人編成の大オーケストラによって演奏され、大成功を収めた。このワルツはブラームスから大いに賞賛を受けた。ブラームスはシュトラウス2世の大親友だったが、彼は当時シュトラウス2世のことを年老いて想像力が減退したと思っていた。 二重化成が付けられたシリーズや普段から簡単な楽曲ばかりを作曲しているにもかかわらずわざわざ誰でも弾けるピアノ曲集などと銘打ったシュトラウス2世のこの時期の作品群をブラームスは嫌っていたしかしそんなブラームスもこのワルツについては非常に好意的に捉えなどと語りジムロック社からこのワルツの楽譜が出版されることを心から喜んだという シュトラウス2世にジムロック社を紹介したのはブラームスであった。ジムロック社の考えでは皇帝とは複数を意味するものであったが、実際に出版されたピアノ譜の表紙絵にはオーストリアの定観のみが描かれている。発表されるとたちまちヨーロッパ中で評判になり、当時ウィーンで軍学隊長を務めていたカール・ミヒャイル・チーラーは出版されたピアノ符をもとにして、 自分で勝手に還元楽曲に編曲し、11月11日にロナヒャー劇場で演奏してしまった。このツイーラーの行動に、シュトラウス2世は激怒し、当時はすでに弟のエドアルト・シュトラウス1世に、指揮活動をほとんど任せていたにもかかわらず、11月24日に、ウィーン楽友協会で、自ら指揮して、ウィーン初演を行った。ちなみに、 この時の批評は次のようなものであった。テンポディ、マルチア、波長長、2分の2秒子。更進曲風の助走で開始され、続いて第一ワルツの主戦率が4分の4秒子で、ゆっくりと演奏され、再び初めの更進曲が繰り返される。そして、テンポディ・ワルツを経て、ワルツ部分に移行する。波長長、2部形式。ワルツには珍しいことに、反復の指定はない。 変異蝶々、二部形式。波蝶々、二部形式。ヘ蝶々、三部形式。第一ワルツの主旋律を暗示する導入に続いて、その旋律が、はっきりと示され、やがて第三ワルツの旋律が奏でられる。再び第一ワルツの主旋律が、静かに示され、一転して、急激な結びに移り、力強く終わる。三大ワルツの一角であることから、 ウィーンフィルニューアーコンサートのプログラム上においても特に頻繁に取り上げられる作品の一つとなっている。過去の演奏一覧パラマウントが1948年に制作したビング・クロスビー主演、ビリー・ワイルダー監督の音楽映画、クロスビーが劇中で歌う、奥様お手を、どうぞは、後にスタンダードナンバーとなった。ありがとうございます。